はい、青春秘密基地アーバンです。今回お邪魔してきたのは富山県にあります熊のおもちゃ屋さんの方にお邪魔してきました。こちら見てください。少しねおもちゃの方が今見えたかと思うんですけれども、こちら外観の方はほとんどね宝くじ屋さんといったような感じになっているんですけれども、それではね入店していきましょう。店内見てください。この雰囲気もうほぼね昭和レトロ当時のまんまといった感じの素晴らしい雰囲気のおもちゃ屋さんとなっています。こういったおもちゃ屋さん、今ね、どんどんね、数を減らしてしまっていて、もう絶滅危惧種と言ってもいいんじゃないかなと思います。そういったこともあって、自分はね、なるべくこういったね、昔ながらのおもちゃ屋さんの方に取材をさせていただいて、少しでもね、こういった雰囲気を映像だけでもね、残しておきたいなと思って、撮影の方をさせてもらっているんですけれども、まさにね、時が止まったかのような、こちらのね、品揃えになっているんですけれども、もうね、売られている商品自体もかなりね、古いものが中心ですし、棚や陳列の仕方などもね、当時のまんまといった感じで、本当にね、こういったお店に足を運ぶと、どこかね、初めて来たお店ではないような気がしてきて、何かね、昔ね、通ったことがあるんじゃないか、そんな親近感すら覚えるようなお店の雰囲気となっていました。で、店主のね、お父さんの方にもいろいろお話の方をお聞きしたんですけれども、やっぱりおもちゃの方はなかなか売れないとのことで、子供がね少なくなってしまったということもあるんですけれども、今ねこちらのお店の方ではタバコとアイスクリームなんかも販売されていたんですけれども、メインの方はね宝くじということで、外観もねほぼね宝くじ屋さんといったような外観になってしまっていたんですけれども、冒頭で見てもらった宝くじの看板の下の方にはおもちゃのね看板がねあったとのことで、やっぱりねおもちゃがなかなか売れないということで、ほぼね宝くじ1本でやっているといった感じで、宝くじ屋さんとしてはお店を開ける以上、ついでにねおもちゃ屋さんの方も開いているとのことでした。それだけねやはりね厳しい世界だということで、ただね昔はねファミコンの時期だったり超合金の時期だったりと、そういったね全盛期にはもう1店舗ね2店舗で営業されていて、倉庫なんかもしっかりね何個かあったとのことで、その時はねめちゃくちゃ売れたとのことも話されていました。現在もね倉庫の方はあるようなんですけれども、こういった昔ながらのおもちゃ屋さんの倉庫ぜひ見せていただきたかったんですけれども、やっぱりねおもちゃの数はかなり減ってしまったということと、おもちゃだけでなくね私物なんかもね倉庫に入っているとのことで NG でした。ただね10年20年前には業者さんなんかも来て、ほとんどねそういったねコレクターさんが欲しがるようなおもちゃはもうないんだよなんてね話してくださいました。おもちゃ屋さんの方も細々と営業の方しているんですけれども、現在はねほとんどね新しいおもちゃの方は入荷していないとのことで、たまにね入ってはくるんですけれども、売れたものに関しては倉庫の方からおもちゃの方を補充しているというような状態らしく、そういったことからも当時のね懐かしいおもちゃがたくさんなんだなと感じました。でこちらの熊のおもちゃ屋さんなんですけれども、富山県のちょっと外れのね田舎の商店街とまで行かないような、近くにはね金物屋さんとか少しばかりねお店屋さんがポツポツあるといったような、かなりねマニアックなエリアにあるのも魅力的で、そういった田舎のねおもちゃ屋さんというものも少なくなってしまったんじゃないかなと思います。でこちらのガラスのショーケースなんですけれども、一応非売品のコーナーになっているんですけれども、その中にはね昭和レトロな懐かしいおもちゃなんかがたくさん入っていて、当時のものの中でも人気の高かったおもちゃなんかを中心に、今となってはねディスプレイ用の方として飾られていました。でもこういったね懐かしいおもちゃ屋さんに来て懐かしいおもちゃを見ることができるというものも幸せだなと感じました。なので、ね、非売品とはいえこういった状態で当時のおもちゃをね飾っていてくれるということは、コレクターにとってもね嬉しいですよね。こちらにはジャンボマシンガンのライディーンなんかもあったんですけれども、かなりね日に焼けてしまっているんですけれども、それでもねこうしてねディスプレイされているとどこかねテンションが上がりますよね。で販売されてるね実際の商品なんですけれども、80年代90年代のねおもちゃもねそこそこ残っていて、マニアックなものにはなってしまうかと思うんですけれども、キャラクターものというとほとんどのものがねもうねなくなっているような状態で、ボードゲームやラジコンなんかはね古いものがねそのまま販売されていたんですけれども、キャラクター系ですとこの辺のねタコなんかはねシャイダーのタコがあったり、あと悠々白書のおもちゃとか、やはりねそのぐらいの年代ですよね、80年代90年代ぐらいのキャラクターものとしましても若干新しめかなといった感じなんですが、それでもね今なおね当時のおもちゃが販売されているというのはね魅力ですよね。あとはねこちらのね熊のおもちゃ屋さん、知る人ぞ知るおもちゃ屋さんといった感じで、東京や新潟、長野、岐阜といった感じでかなりね遠方からもねお客さんが足を運んでくださるとのことで、やっぱり皆さんねこういったね懐かしい雰囲気を感じたくてお店にね足を運ばれているんじゃないかなと感じました。
そういったね、おもちゃ好きからしたら、なんとかね、守っていきたいようなおもちゃ屋さんの一つになるんじゃないかなと思います。こちらね、当時の名残じゃないんですけれども、地下の方にもね、おもちゃコーナーがあったとのことで、やっぱりね、全盛期の雰囲気といいますか、名残といいますかね、この下の方もね、なんかね、お宝があるんじゃないかなといったような雰囲気はあるんですが、もうほとんどね、おもちゃの方はないとのことでした。といった感じで今回は富山県にあります熊のおもちゃ屋さんの方を紹介しました。はい、こちらねおまけ映像になるんですけれども、同じくね富山県にあります日本海食堂さんなんですけれども、こちらの方はねちょっとね一足遅かったといった感じで、すでにね閉店の方をされてしまっていました。ただね、自分知らずに足を運んでみたところ、まだね外観や中の方にはね昭和レトロな懐かしいものがそのまんまの状態だったので撮影の方をしたんですけれども、自分もね結局ね入店することができなかったので、どのようなお店だったかというものはこちらのね雰囲気で察することしかできないんですけれども、昔ながらのね食堂だったんじゃないかなと。食堂でありながらこういったねレトロなものを中心にお店の雰囲気作りをされていたといったような感じだったんじゃないかなと思います。ちょっとね地元の方にねお話を聞いたところ、もともとね主要道路にあった日本海食堂さんなんですけれども、新しい道ができて交通量が減ってしまったということと、コロナの影響なんかもあったんじゃないかなと思います。ただこちらの外観の雰囲気を見るとね、一度はね足を運んで実際食堂の方でご飯の方を食べてみたかったなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。